か三好 B の三好です。さあ本日はですね、何をするかと言いますと、テント、人生初のテント設営ということでですね、建てたんですが、1時間ぐらい頑張って建てたのにですね、その後の強風により崩壊ということでですね、まさかのですよ。いやもうね、めちゃめちゃもう達成感なわけですよ、こっちは。でテントの中でね、いやーめっちゃビールめーとか言いながらビール飲んでたら、風でねバーンって倒れちゃって、でもう私なんか下敷きになってね、うわーみたいな。でなんとか這い出たはいいものの、もう目の前の惨状にもう心バキバキですよね。それをねツイッターに上げたら、なんかちょっとテント立て方おかしくねみたいな感じでリプライをいただいてですね、確かに紐ロープの張り方がなんかちょっと違ってたと。私多分ね、説明書一応読んだんですけど、なんかもう途中から見るのやめてですね、もう自分のなんていうかフィーリングに任せて、もうなんていうか身を見よう見まねでもう立ててたわけですよ。なんでめちゃめちゃ時間かかったし、風にも弱かったんだろうということで、今回はですね、正しいロープの張り方を習得してきました。なので改めて、そのロープの張り方で、テント設営をリベンジしてみようかなというふうに思います。ペグがですね、ちょっとなんかまあ弱かったんじゃないかと。ペグがバップテントを買った時についてきた付属のペグを使ったんですが、そのねペグを打ってる時に多分私の打ち方ももちろん悪かったと思うんですけど、何本かねひん曲がっちゃったりしたんですよ。なのでちょっと弱いペグだったんじゃないかということでですね、今回めちゃめちゃ強いペグ買ってきました。はい、2種類買ってきたんですが、その2種類のペグを使って、かつペグを打つハンマーですよ、ハンマーも前回の100均のゴムハンマーを使ったんですが、今回ですね買いました、ペグ打ち専用のハンマー。それらのですね強いペグ、そして打ちやすいハンマーでですね、今回はテント設営をリベンジしてみたいなと思います。ということで早速では取り掛かっていきましょう。さあ今回買ったペグがですね2種類あります。まず一つはこちらですね、アマゾンで買いました。先っぽの方になんかオレンジの紐がついてて、地面にプイってやっててもすぐに見つけられるような目印のオレンジの紐で、なんか夜になったら光るみたいですね。でこれが1種類目で、これすごいよ、じゃじゃん、2種類目がこちらのペグでございます。エリッツェ、なんか結構ペグ界では有名というかいいやつだそうです。メイドインジャパンって書いてあります。これすごい、もう太さが全然違うもんね。これ多分ね一回刺したら絶対ちょっとや外の風じゃ抜けないと思います。こちらを買いました、結構高かったそしてハンマーがですね、前回使ってたのがこちらの100均のゴムハンマーですね。もう打ちすぎてもう結構わかるかな、これ結構ボロボロになっちゃってますね。100均ならでしょうがないんだけど、今回買ったのがこちら、じゃじゃん、スノーピークのペグハンマーです。ほらしっかりとこう重たいヘッドがついてて、ペグが打ちやすいようになってます。ちゃんとペグ抜きもあります。ペグ抜きこれ大事ね。前回素手で引っこ抜いてたからめちゃめちゃ大変でした、本当にまあ今回はこんな感じの万全の装備でですね、しっかりとテント設営していきたいなと思います。このバンドがめちゃめちゃ可愛いです、スノーピーク。やばい、めちゃめちゃ打ちやすいです。
完成です。イエーイ。なんとですね、30分で終わりました。前回の2分の1の時間ですね。いやペグとあとハンマーを変えるだけでこんなに違うんですね。びっくり。やっぱり何事も経験だな。チャンネル登録はこちらをポチ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